アンチフさんがはい。社長をやられないっていうことですかね。そこの子会社であればそうですね。その子会社がこの事業をやる会社となるんですか。そうですね。今、メインではそうしたいなとは思っているんですけれども、ごめんなさい。はい。事前面談で聞いてませんね、これ。ああなたが社長じゃないっていうのは。ダメなんですよ。ルール上、個人の場合には融資しかダメだし、もし投資を受けたい場合には、会社を持ってない人は新しく会社を設立する、なおかつそこの代表者にならなければいけなない。るほで、ど。全部見てますよね、動画も。で、ここで今、林社長からお話であったように、あなたじゃない方が社長だよって言われちゃうと、この話って、これ以上進まなくなっちゃいますよ。取り消します。 そこはまだ確定しているところではないので、一番ベストの方法が何かなっていう、その売り上げとかを含めて。なので、その会社を作って、そこの会社の社長を別に立てて、その事業にお金を出してほしいっていうのは、なんかすごい違和感を感じますよね。なので、少なくともそういうことを検討されてるっていうだけで、結構マイナスポイントというか、なんでそういうことで出るのかなって思っちゃうんで、そこをなんとかうまく金八先生風で逆転してみてください。それは違うと思うな。どうしてそういうふうに考えたのか反省しなさいってことですかね。反省しなさいって言われちゃいましたいやいや、僕、それそはれ、多分私ですご自か身に言っそたれんじはゃないぞ私に言ってるみのたいで。なかなっていうね。面白かったんでいいでしょう。僕も結構長時間黙ってたと思うんですけど、まだ実はですね、このキョンを取ってどうするか、何で儲かるのかがちょっとあんまり分かってなくてですね、それをなんとか目玉の親父風で説明するしかないと思います。もうそれしかないと思います、もわかりました。わしが考えておるのはじゃのう、とにかく肉を料理にしてうちのカレー屋さんで売るんじゃ。それでもっといっぱいになればいろんなお店に渡せばいいと思っとるんがのう。他にも皮も骨もあるから全てを使いたいんじゃ。ものまねでずっと喋った方が。いや、これは出すでしょ。これは出すよ。こんだけやらしたんだから。すいません、本当。いや、もう気持ちは同いじ。や、もう本当にもうね、なんでこう僕が振らなきゃいけないのか、もう頑張ってください、ちょっと。ということで、林さんから30万出ました。でもまあ、面白かったけど、そこまで分からなかったですね。解体するところを、トラスの皆さん分かってるんですか、いや、もう。分かってないです。分かってないですよね。これだって分かんないですけど、そもそも、まあ、これ、最後の方、売り上げ60万になって、60、あれですよね。これだけいっぱい売ってもほとんど利益ないですよね。いっぱい、そうですね。だっもて、こし、れ、何にも結局人件費って多分取る人の払った報酬以外で、じゃあご自身とか従業員のものも何も入ってないですよね。そうですね。利益出ないどころか、やればやるほど赤字だと思うんですすけみません、ど。なんとなくなんですけど、キョンを取って調理して売るんですよね。けど、どう売るとかどうなんですか、これ。なんそう、そうか、なんです。皆ださん、から理一解。番大事などう取るとかどう取らないかわ、が、お出て客ないさですんとね。か思ってますとかでごまかされちゃうん僕ので。理解力がないだけど、僕がちょっと眠そうだったから聞き逃してるんじゃなくて、みんなも分かってないよ、よろしいです分かってか。ないです。